ただちょっとイカちゃんもソーセージも全然釣れないんで、食パンを練ってサバを練り込んできました。司さんはこれなら釣れるみたいなことを言ってたので、これ確かに匂いが結構するんで、でも水中ですぐ溶けちゃいそうな気がするんだよな。大丈夫かな。もう絶対に僕は釣れるまでやめません。頼むな、これで釣りたい。もう釣って帰りたい、ご飯食べたい。早速つついてますね。おー、沈んだぞ。いいぞ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 、今だぞ。さあどうだ、さすがにこれは釣れてんじゃないか。でかい、くそくそ、これ針折れてますね。針がいけない、やっぱ針変えたら釣れますわ。最後のあがき、あがきたぞ。次こそは頼むぞ。これがラストチャンスだと思って気合を入れていきたい。まだ刺さりが甘いけど息は確かに動いております。ちゃんと刺さってないかな。あ、外れたかな。いや、浮きまだ若干動いてるな。なんだこの動きは。浮きは激しく動いております。中に潜っていく感じはないですね。いや、これまたバレるんだ。超ゆっくりなってきます。うわ、外れたか。さあ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 、ラストの餌でかかりましたけど、これはもうこれで外れたら翌日になります。何時間何日かけてるのか分かりませんけど、ティラピアするのに。ゆっくりとかかってはいますね。うわ、食べた。いや、